ドラムさんは、青木チャンネルだー。今回なんですけども、488回ロト7当選結果見ていきたいと思います。はい、今回なんですけども、488回ね、まあ、大きなキャリーオーバーはないけども、ね、言っていると当てたら何億とか取れるわけじゃないですか。まあ、骨掴んでいこうぜということで、まあ、実際今回ね、私考案しております、エリア購入法網、こちらでですね、12口しっかり購入しておりますので、このあたりの当選結果見ていきたいと思います。では、早速ですね、当選結果見ていきたいと思います。企画選金。はい、じゃあ行きましょう。488回ロト7当選番号、まずは見ていこうじゃないかということで、当選番号はこちらでございます。はい、3、13、16、18、19、20、35、ボーナス数字2と11ということでございます。で、当選番号は、今、仕方お話したんですけども、出演の方ですね、1、10、10、10、10、20、30、奇数、偶数、割りが奇数、奇数、偶数、偶数、奇数、偶数、奇数ということで、今回ね、私の理論で言うとなんですが、10が4つ来たから、あれくらいだねっていうのが、まあ認定されたんじゃないかなと思っております。まあ、ボーナス含めたら、もう5つ出てるやん。辛いやん、というようなとこなんですけども、まあ、最近ちょっとよく荒れますね。なんかね、嫌な感じですね。で、奇数数割合見ると、まあ奇数がやっぱ強いよね、ということで、先に軽い解説ね、させていただきたいと思います。では、前回のトップ5どうだったか、それがこちらでございます。で、こちらで上手に選ぶことができたら、3、13、18、35ということで、5等狙えていたとね、いう感じでございますね。で、一応こちらの表で赤くなってるものが、いわゆる、まあ、当選番号との一致なんですけども、結構なんか13は、まあ、なんか3マス抑えてきていたので、ちょっとまあ、13は選べるよね、みたいな感じなんですけど、他がちょっときついね。19とかもないし、ちょっとしんどいかなというようなところではございます。では、出現エリアも先に見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、ピンクのものが今回の当選番号、黄色が前回のもの、そして赤が、前回最後の出現エリアのデッドラインになっております。で、綺麗にね、今回白色のところで収まってるわけですよ。で、一応2列目の13と7列目の35、これに関しましては前回から引っ張り数字同じものが来たよっていうことが分かりやすいと思います。はい、じゃあまあちょっとね、なんじゃかんじゃかこのね、エリアはやっぱりもう親和性あるよと。確実にこの中が出てんじゃんっていうのが分かりやすいですね。では行きましょう。もうね、実は私購入しております。エリア購入法網、すべての数字を買う買い方。行きましょう。私が購入したエリア購入法網12口の当選結果は、こちら！嘘だー！はい、では、反省会行きましょうか。はい。ちょっとめっちゃ外したな。久しぶり。まあ、久しぶりでもないか。最近結構ちょろちょろ外すので、まあ仕方ないかなと思ってるんですけど、やっぱやだよね。そう、これした後のこの反省がテンション上がんないんですけど、ただね、失敗の上にこそ成功ありという言葉がございますので、ちゃんとね、今回も現実を受け止めて、リアルな自分、そして何がおかしかったのか、そこを見ていきたいと思います。まずは、トレンド数字の解説で見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、トレンド数字だったら、運が良かったら、2、13、17、19、16、20、35。2等取れてたねー。めっちゃ悔しくないこれ。今回ね、一応なんですが、まあ、トレンドのここは非常に使ったんです。使ったんですが、めっちゃ綺麗に外している状態なので、ちょっと悔しいなと思っております。はい。で、まあ、これ、表の方も見ていただければわかると思いますが、表の方、青いところの中で、ちゃんと白いところで出てるよーっていうのがあるので、まあ、これエリア購入も完璧じゃないかというような感じでございます。最近ちょっとね、両方のエリア出現結構マストなので、まあ、割とまあ、前回最後だけをずっと僕最近指標にしてるんですが、トレンドの指標にし直して再設定してもいいかもしれないですね。まあ、なんか1個2個はね、外れるよねっていうイメージあるんですけど、まあ、荒れててもこれだったら結構いいよね。はい。では、出現の方、ここの比較していきたいんですが、それがこちらでございます。はい。で、出現の方比較させていただくと、こちらですね、非常に、面白い感じではあります。まあ、大体ね、一番最初とケツは一致していて、ね、まあ14つも出てるから、
あ、まあまあしんどかったねというちょっとベーシックなパターンからまあ逸脱したよねというところではございます。はい、では、出現が少ないものアンダーファイブ、こちらどうだったのか見ていこう。こちらでございます。はい。で、今回、列ごとで見ると、まあ、本数字全部入れると、結局どっかに白が つくわけなんですけど、ただ、一応この中、列ごとに、1列目は3だけ、2列目は13だけ、みたいな感じで見ていくと、6列目の25分差だったよね、という感じですね。まあ、まあ、言って11回出てるので、まあ、まだ多い方だとは思うんですが、まあ、それでも、だから、それで見ると、やっぱ、アンダーファイブの1、2、3はもうこれ、削除してもいいんじゃねっていうところはあります。まあ、とはいえね、番号ね、重複してるものもあるので、丸っこ外すじゃなくて、いわゆる、列ごとに見たらこれは選びません、みたいな感じで選ぶのが、まあ、いいんじゃないかなっていうね、感じはしております。まあ、ここも結構本当に使えるなと思ってます。では行きましょう。前回最後、トレンドから見る当選番号の列々順位ということで、何位から出たんだということで、こちらでございます。はい。前回でも4位、5位、10位、3位、12位、17位、3位。トレンド0位、1位、0位、2位、0位、2位、4位。はい。どっちももう無理。もう絶対これ無理よね。はい。だから0位を選ぶのが結構難しいので、だから0位3つ入れて、1位と2位と4位混ぜるみたいなんて、ちょっと至難の技なので、まあ、最近本当にこのエリア出現的に見ると、順位で選ぶのは失敗だと。多いものから選ぶ。ただエリアの中から選ぶのはいいんだけど、多いものとかだけで選ぶのはやめた方がいいと。とにかくまあ、エリア内でちゃんと吟味して適当に選って、まあ適当というとあれなんですけど、まあ、選んでいこうねっていう感じでやると、まあ1位ばっかとか、2位ばっかとか、3位ばっかとかっていうのは良くないなというのがわかりやすいですね。はい。では、変化法どうだったんでしょうか、見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい、ここで上手に選べたら、11、13、16、35ということで、マット取れた。変化法でマット取れてるんだったら、僕結構今回変化法以下だったなっていうイメージですね。はい。で、今回私の買い目なんですけども、こちらでございます。はい。一応買い目としましては、赤色が本数字、緑色が本、ボーナス数字となっておりますが、まあ、ちょっと完全にばらけがえぐいわけですよ。めっちゃ散ってるわけなんですよね。まあ、強いて惜しいといえば最後の方ですね。16、35、13があったので、この中に、ボーナス数字が一つ、例えば10のところが11だったら、結構取れてたねっていう話なんですけど、なんかね、こういう時にかけてボーナス離れてたりするんだけど、これ10の隣、なんか近所だった、11の隣になんか、10の隣にね、あったりしたら結構変わってるわけじゃないですか。まあ、こういうのも仕方ないんですけど、もう綺麗にばらけたね、ということで、もうこれをもう諦めざるを得ないなと思っております。では、今回の当選結果見ていきたいと思います。それがこちらでございます。はい。一等が一口出ちゃってますね、と。3億8,348万8,500円、おめでとうございます。素晴らしい。3を勝てたらマジ人生変わるよね。明らかに変わりますね。はい。2等が4口で、これも結構いかついですね。1,556万4,800円。これでも全然いいよねーって感じではあります。で、3等が75口で116万2,100円。で、4等が4,222口、12,100円。5等が7万飛び925が1,700円。で、6等が、13万1,335口、1100円ということで、キャリーオーバーなしでございます。はい、まあ今回ね、それで言うと結構6等1100円だったので、まあまだ良かった方なのかなと思っているんですけども、まああれ取ってないからね、なんとも言えないんですが、まあ本当に1等当てられた方おめでとうございます。そしてできることならば、ね、望むならば、自分の視聴者さんであってほしいなと思っております。まあとにかくね、当てりゃ勝ちっていうわけでもないんですけども、まあ正直当ててからのことも非常に重要なので、まあそういったことをですね、もし見ている方だったら、ちゃんと学んでから一回お金使おうねっていうような感じ。大きく使うんじゃなくて、とにかく、じゃあ、例えばなんかむちゃくちゃ欲しいと思ったら、それまずとりあえず、本当に欲しいやつ一個買う。ほんならちょっと満足感もあるんで、そっから一回冷静になって、お金の使い方を考えるみたいな感じでね、使っていただけたらいいんじゃないかと。もう別にね、僕は神じゃないので、もう僕からの助言です。はい、一度当てた男が、思ったことなので、まあそれは信じていただけたらいいかなと思っております。はい、では今回戦488回、ちょっと残念感エグいんだけど、ただ、まあ、いろいろやっている中で、エリア出現。これはまあ、マス的には正解。
で、じゃああと何ってなると、まあ今のところ見ているとアンダーファイも結構使える。で、最近の傾向としましてはトレンドの出現エリアの中の範囲の中からも出ているので、ちょっと、予想で使う指標としては、まあ一番最初に全開催、その次にトレンド、そしてアンダーファイブ、この3つを駆使して、まああと奇数偶数なんかもね、言い出したらキリがないので、まあとにかくそういう感じで、まあ選んでいけばいいんじゃないかなと思っております。はい、ではもう来週、ちょっと来週マジ当てたい。マジ当てたいんだけど、はい、頑張ってやっていきたいと思います。では皆様、来週のロト戦までお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。